シベリア航空機撃墜事件。シベリア航空機撃墜事件とは、2001年10月に発生したウクライナ軍、ウクライナ防空軍によると、される民間航空機撃墜事件である。原因は、演習をしていたウクライナ防空軍のミサイルが、誤って旅客機を撃墜した過失であるとされるが、 当該機がイスラエルから飛行していたこと、また、アメリカ同時多発テロ事件の翌月に発生しため、新たなテロではないかと物議をかした。2001年10月4日、ロシアの航空会社シベリア航空、現 S7 航空1812便のツポレフツ -154M は、イスラエルのテルアビブから、ロシアのノボシビルスクに向けて、国会上空を飛行中であった。 しかし午後1時44分、現地時間に何の前触れもなく墜落した。旅客機には乗員12名、乗客66名、うち51名が、ロシア系イスラエル人の合わせて78名が、搭乗していたが、全員が犠牲になった。そちにあるロシアの地上管制センターは突然、旅客機との更信不能になったが、付近を飛行していたアルメニア航空機のパイロットが、 シベリア航空機が空中で爆発後、急降下して墜落するのを目撃したと関西東に報告した。当初、9.11事件の直後であったため、テロリズムによる破壊活動であると考えられたが、当日は国会沿岸にあるウクライナ軍が過去数年間で最大規模の軍事演習を実施しており、現場から約 240km 離れた クリミア半島東部の軍事施設で行われていた地対空ミサイルの発射訓練によるミサイル誤射撃墜説が唱えられた。この説によれば旅客機の近くでミサイルが炸裂し、その爆発の衝撃で致命的な損傷を受けたために墜落したというものであった。ロシア政府は事件の2日後、ウクライナ軍が発射した地対空ミサイル 射程3 0 0トルが命中した疑いがあると述べ5日後には政府の調査委員会がウクライナ軍のミサイルが事故機を撃墜したとの見解を示した。そして2001年10月12日にはシベリア航空機は死体空ミサイルに撃墜されたと発表した。旅客機の破片についた痕跡が S-200 によって生じる特徴的なものであるとし、また ミサイル発射と墜落のタイミングは一致していると報告した。それに対しウクライナ軍は当初、ミサイル発射は計画通りに完了したと主張していた。それによると、演習に使用したミサイルは 10km 前後の射程のものであり、発射した方角には航空機はいなかった上に、 ミサイル発射演習の開始は墜落の16分後の午後2時で、ある都市事件への関与を全面否定していたが、演習に長距離一対空ミサイルを使用したことは、定めしなかった。しかし撃墜については、絶対にあり得ないと否定した。またその後、疑惑が持たれている、長距離一対空ミサイルについて、午後1時41分に、発射されたものであり2分後に海に落としたと述べた。 このように事件への関与を全面否定していた、ウクライナ軍であるが、ロシア連邦政府が、ミサイルの出生を、あえて明言しないまま地対空ミサイルが命中もしくは、近傍で爆発したため墜落したと発表したため、事故の原因はなお不明であるとしながらも、ウクライナの関与があることについて、正式に謝罪し、犠牲者の家族への保証交渉を開始した。 2003年11月20日には、保証に関する合意がウクライナとイスラエルの両政府間で署名された。そこでは、ウクライナ政府は、墜落に対して法的に責任がなく、どんな義務からも拘束されないとしており、ウクライナ軍の首脳であった将軍、当事件で後に辞任したは、保証は人道的配慮によって行われるものであり、罪を認めたものではないとメディアにコメントした。 そのためロシアの遺族の一部はウクライナからの保証を拒否し、ウクライナのキエフでウクライナ政府に対し民事訴訟を提訴した。その審理でウクライナ政府はレーダーの記録を根拠に旅客機墜落はウクライナのミサイルによるものではないと主張し、連邦政府による調査結果を終始否定した。それに対し原告側弁護士は遺族と保証交渉したと、 ウクライナ政府が自らメディア発表したことを指し、事件へのウクライナ軍関与が客観的に証明されると主張した。2004年6月21日に、ウクライナ一般検察当局事務所のスポークスマンは、これまで行われた11の法医学試験のいずれも、ウクライナのミサイルによる旅客機撃墜を証明できなかったと述べた。以上のことから、ウクライナの主張は、演習のミサイルが、 シベリア航空機を撃墜したという連邦政府側の調査結果に否定的であるが、それ以外の可能性については主張しておらず、合理的ではない可能性がある。また、中立的な位置にある第三者であるアメリカ政府当局者は、事故直後から偵察衛星の記録を根拠に、ウクライナの軍事演習で発射された地対空ミサイルがシリア航空機に命中したようだとの見解を述べていた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。